1週間ぶりです。ミラクルフォートです。残念、アミさんいません。アミさんいません、残念でした。残念でした。さあ、あ、こんにちは、ありがとう。さあ、それではですね、初登場の方がいますね。今日ちょっと人数多いんで、ちょっとじゃあ一人一人ね、あのまた改めて自己紹介いきましょう。では、一番左の人から、はい、あそこのカメラで自己紹介。アンソレンスのレイカです。よいしょ。はい、はい、アンソレンスのね、レイカくんです。さっき入りましたね。そしてそのお隣、はい、イケメン枠。あ、アンソレンスのセイヤです。よろしくお願いします。よいしょ。アンソレンスのね、セイヤくんですね。かっこいいっすね。さあ、そしてお隣どうぞ。アンソレンスのサクです。よろしく。よいしょ。アンソレンスサクって言ってますね。さあ、そしてお隣どうぞ。はい、アマネハンです。どうも、アマネハンです。アマネハーって書いてある。よいしょ。前にね、あの、多分同じ人ですよね。まあ、アマネハンって多分言ってくれたので、オチ期待ってなって、はい、めっちゃ人気じゃないですか。さあ、じゃあ自分ですね、はい、むしやらさせていただきます。春武です。よろしくお願いします。こんにちは、春武。よいしょ。さあ、というわけでね、今日はですね、あの、ご存知の通り全員アンソレンスです。今日は全員アンソレンスでやらさせていただいてます。だからちょっとね、いるんだけども、ちょっと最初に自己紹介だけしとく。わかる。うん、何でもいいよ。ここ座って、俺つなくていいから、一人一人、言いつつり代わり。はい、どうぞ。アンソレンスの水木です。よいしょ。かっこいい。よし、よし、じゃあいいよ。よし、よし、よし、いいよ。はい、目や、いけ。アンソレンスのメタンです。よいしょ。はい、大丈夫だよ。はい、最後、なんかボケてくれんだろうな。アンソレンスの失礼しました。アンソレンスのカムイです。カムイくんです。さあ、というわけでね、結構あの全員アンソレンスでね、ちょっと今日はね、ちょっとね、え、全員アンソレンスで、ちょっと諸事情かな。ちょっと諸事情かな。うまくなんか伝達いかなかったのかなっていう感じかな。わかんないけど、うん。で、あの、まあちょっと前半後半でね、ちょっと人数入れ替えてやっていきたいと思います。あまりはん、アミ社長がサボりすぎな件について一言お願いします。今パクられてます。社長またパクられてます今。ありがとうございます。荒れますんで、それ荒れますんでね、ちょっとね、なんですけどさ、おさぼりではないです。おさぼりではないですけどね、まあ、ちょっといろいろあるみたいです ね。あれ、なんか全然出てこないけど、全然出てこないけど、うん、そうそうだよ。さあ、そうそう、初登場どうよ、緊張する？いや、そんな緊張はないですよ。あんま緊張しない。はい、みんな見てるよ。テンション上げていこうかなって感じ。いいね。よ、4000人とか5000人近くいるから、これ最終的に見てくれる形になるから。はい、すごいよこれ。ちょっと LINE の ID 長くて申し訳ありませんって感じ。いやいやいや、なんだ、If you happy say うーうーえうーわわって言うんですけど、最後あがないっていう。ああ、なるほどね。どうしてこれにしたの。いや、なんか ID って使わないかなと思って。あ、まあね。でもこの世界に入ってしまって、あ、ちょっとやべえみたいな。長いね。でもまあ覚えやすいんじゃない。 If you happy say うーわ。覚えにくいでしょ。マキさんのはこれあれですか、自分の携帯番号の。うん、そうですよね。これいいっすよね、これいい発想ですよね。めんどくせえもん。これでもいい発想やと思いますね。せいやのこれ何。あの、LINE っすよ。え、うん、わかるよ、LINE だよねこれ。え、なんて書いてあるの。 MGG MGG タケヤンっす。タケヤン、はい、なんかいろいろもじってみたいな感じなのこれ。で、サクさんもサクさんだよね。そう、わかりやすいよね。俺、前のお店の源氏名のやつだね、完全に。青空。そう、青空かけるなんですよ、横浜の時のね、名前、現地名です。で特にないです。特にないです。はい、タケヤ、タケヤ、タケヤ。あ、髪黒くなりました。はい、黒くしました。いいでしょう。あ、ほんとだ。いい感じでしょう。ほんまや、ほんとだ。え、今気づいたんですか。え、いい感じじゃないですか。なんかシックな大人って感じだよね。倒すとか。最後全然来ないよ、全然来ないよ、全然来ないよ。さあ、オープニングトークなんですけどもね、まあ、ちょ、偶然にもちょアンソレンチームの、ね、全員だから、まあ、あれなんですけど、今日ちょうど、まあ、エンディングトークでも言いますけど、今日お客様感謝デーということでね。どうですか意気込みは、サクさん。はい、どうですか意気込みは。やっぱね、日々お客さんに感謝してるんでね。はい、なんか嘘くさくなるよ、それ言うと。なんか嘘くさくなる。今日はあれやんない、2時間1万飲み放題やんな。そうです、そうです。
全部込み込みです。僕のお客様1万では返しません。よいしょ。あまねはんのお客様は1万じゃ買えれないそうです。ちなみに何万からですか、買えれる金額は。まあ考えてる、そこは考えてる。あまり落ちないからね。OK です。流そう。まあね、あ、まあでも本当にあの指名料とかね、全部込みタックスとかね、全部込み込みで1万円で、今日だけね、飲めるんでね。今から間に合いますよ、今から支度してね。あ、これ終わって5時半でしょ。で、支度して逆にあまり半って言ってくれてる子、今日指名でくのありちゃう。あ、そうですね、で見たいですよ ね、 いいね。うん、よろしく。え、だから高田のババって言ってませんでした。ババやんな。うん、ババって言ってましたよね、住んでるところね。1万でいいよ、今日は。あ、なんで上からやねん俺。あ、いいそうですよ。よろしければどうですか、お答え。レスポンス悪っ、こういう時。すごいし、なんかもうビンタは50人待ちだよとかさ。猪木や。あ、高田のババで止めてくれてありがとう。ね、5万以下は帰れ。高田のババだったら、まあ近いから、まあオープン全然間に合いますよね。まあ何もご予定ないんだ、あればね。ごぎりでいいよ、逆に。同業か。同業みたいになりますね。はい、ビンタしますよ、ビンタしましょう。はい、ベッドの上でね、優しくビンタしようか。お尻とほっぺをパン。何それ、おもろい。いやいや、やめてください。やめましょう、やめましょう。てか、全然出てこねえな、ほんとに。緊張してる。いやいや、なんでよ。今日ね、スキャンダルして、休みというか、あの、スキャンダル営業はしてるんですけど、ちょっとニコ生には来ないかもしれないですね。最近うまっこ人気。じゃあ、わかった。あれやろ、お前ら金持って集合やろ、これ。あ、そうなんですか。またこれの話やろ、すぐ。あ、と、あ、東条誠さんのことね。あ、うまっこっていう。あ、なるほどね、東誠って言うんだ。トーマコね、一マコみたいな感じね。一条誠さんみたいなね。金持って出張か、ごめんね、金持って出張ね。人気なんだ。まあすごいね、個性的な方ですよね。あんまりよく知らないんですよ。でもまあ一緒に働いてたのよ。あ、そうなんですか。昔ああいう方いいの。いや大丈夫大丈夫なの。まあでもここは結構バリアフリーな番組じゃないですか。いいんじゃないですか。え、どうでした。やっぱすごい人気だったね。ああ、そう。あ、社長が金持って市長に2週連続で出てたの。あ、本当に。それね。なんだよ。なんだよ。だからなんだよ。それね、お店でね、お店で社長になった時、俺言っちゃいましたもん。他の番組出てるんだったらビーナスグループフォートもう出しませんって言っちゃった。ね。結構言っちゃった。ちょっと本人嫌がってた。出たい出たいって言うんだけど。さあ、まだ時間ありますね。3週目はタイに行くから。タイにね、行くのね。はい、やめとけって、その話題。パクられてんねん。いや、大事です、大事ですよ。ね、まあ結構ね、ありますけども。どうですかね、皆さん。花火とかしたんですかね。もう花散っちゃいますからね。もう散ってますか、もう。もう散った。もう散りました。もう行ったんですかね、これ見てる人とかって。花見行った人手挙げて。手挙げても分かる。書き込みして。今画面の向こう側で手挙げてみて。挙げてくれてるの。多分そいつアホ。左画面見ながら手挙げてるやつアホ。あ、待って左側に番目誰ですか。あ、せいやくんです。せいやくん手挙げて。はい、せいやくんです。はい、せいやくんです。はい、せいやくんですよ。イケメン、ね。俺40だけどそういう髪型にしたいと。40か。まあいいんじゃないかな。うん、いいと思うよ。花見行けなかったね。あ、せいやくん可愛いって来てるよ。手振ったら。ちょっと映してあげようか、初めての子で。ちょっといいっすか、カメラ。二人とも。れいかと、あとせいや。落ちちゃうな。お、いいね。そう、あ、そっちの、そっちね。お、いいね。はい、手前がせいやくんで、手振ってあげよう。手振ろう。あ、手前じゃない、奥ね、ごめん、奥がせいやぞ。緑のソファーは置物ポジションですかって。どないしてんねん、これ。いや、そんなことないですよね。まあ、緊張してんだよね。してますね。いや、緊張するよね。初めてなんで。そりゃそうだ、そりゃ緊張する。かわいいって言ったら、かわいいって、いいな。俺もかわいいって言われたいな。どうすればいいの、どうすればかわいいって言われるの。どうすればすか。うん、普通にしてれば。いや、普通にしてって言われないから俺は聞いてるね。普通にしてても全く言われないから俺は聞いてるんだけど。抱きしめたいって言ってるよ。抱きしめたい、いいね。いいな。いいよ。いいよ、俺抱きしめたいとか言われるけど、俺ビンタしてるのにしょうがない。今さ、あのアンケート取れる。あ、アンケート取れますよ。今度企画でやるんやけどね、あの撮影するんやけど、俺聞いといてよちゃんと。あ、ごめん、ありがとう。
なんだっけ、コーラックを飲んでセイロガムを飲む、どっちが勝つかっていうのと、民剤、はい、飲んで、コーラック飲まして、うんこと眠るのをどっちを取るかみたいなやる、これどっちがいいかA が、A がコーラック VS セイロガン、はいはいはい、で、B がコーラック VS 民剤、はい、はい、これ取ってみましょう。アンケートアンケート取った結果でやろう、これアンケートタイムスタート、お願いします。あ、どっちもやだな、それおじキャラ、おじキャラ、おじキャラってなんだよ、結構若いぞ、どっち、さあ、どちらでしょうか。セイロガン VS、うん、コーラック、そうですね、か、民剤 VS コーラック、関西帰れ、うるさいボケ関西帰れ、ねダメだよ、東京なきゃダメだよ。もうあれしました？いや、まだまだ集計中じゃないですかね。あ、今ちょっとコーラックベース民剤、コーラックベースセイロガン、どうすかね。コーラックベースセイロガンちょっと見たいですけどね。でもどっちになるんだろう。多分俺コーラックの方が勝つと思う。でもセイロガンやったらいいね、レオさんいいよ、いいね、コーラック2錠で。え、でもこれどうなんですか、そコーラックってかなりヤバいって俺聞いたことあるんですけど、かなりもうお腹う、あ、でもうち店長にあのビタミン剤って言って飲ましたらトイレ缶詰になったありましたね、そんな民剤寝るから面白くなさそうとか、処方箋アルコにしないよ民剤なるほどね、コーラック別民剤の方がいい、やっぱり。うん、どうなんだろうね。でも下手したらでも寝ながらしちゃうっていうのもあるんじゃない。だからおむつさせとく。ああ、なるほど。どこまで放送できるか分からへんけど。そうですね。どうすればいいですかね、その場合はね。でもコーラック VS セイロガンちょっと面白いですね。まあ、ホコタテみたいな感じでね。そう、ホコタテ。絶対に出させるコーラックと、絶対にそのお腹の調子を整えるセイロガンと戦いみたいな。めっちゃ面白そうや。放送無理なのかな、いけんじゃない、セイロガンプラスコーラプラスオルナミン C。 これなんかあんのこれ、コーラックの万葉生活中、あ、そうなんだ、やばいんだ、な、俺がやるんちゃうから知ったことじゃないけどなまあまあまあ、まあ、あんまりね、うん、あれですよね、確かに、うん、ああ、はい、ヤギちゃんですね、はい、また連れてきます、はい、誰がやるの、どうすかこれ、え、放送事故、放送事故です、はい、放送事故ですよ、びっくりしました今、もうそろそろ出ました、はい、お願いします、放送事故でした、はい、お、50、誰もあれちゃん投票してへんわけではない、票がちゃんと割れちゃってるってことですよ、はい、どっちがいいですかね、ちなみにレイカはどっちみたい、やっぱセイロガンとコーラックみたいです、なるほどね、分かりやすいな、まあな、ちなみに時間決めるんですか、2時間だったら2時間で、いや、取るちゃんと飲んだとこ撮って編集入れて、はいはいはい、いや絶対やだな、え、だからそっからずっとカメラ回してるってことですか、で、それ編集して流すってことですか、そう、け、聞くまでどれくらい、速攻性あるんですかね、4時間ぐらいやんな、多分ね、あ、え、4時間後に聞くんですか、4、5時間ちゃうかな、あれ、あ、でも結構あったんですねじゃあなんか休みの日かなんかに昼に飲んだら、じゃあ夕方に聞き始めるってことですか、下手したら、あれ、なんで電池切れたんですかあれ、なんで電池切れたんですかあれ、俺すごいまともなこと言ってなかったよ、あれ、多分夕方ぐらいに、そうですよね、そうですよね、電池切れたんです、電池切れましたよ、普通に何にも聞こえなかったらびっくりしたんだよ、そろそろ行きましょう、そうそう、はいはいはい、コーラック決まりました、これはどういうことですか、寝たら負けってことですか、
いやだから寝るかトイレに行きたくてどっちが勝つかみたいな便意と、はい、その眠たいっていうのどっちが勝つか。いや便意だな俺。どうしますかね。ちょっとなんかあの10分おきになんかやります。なんか眠くなる音楽かけてみたりとか、うん、ちょっとその眠くなる音楽かけた10分後にお腹をギュッと押してみます。水めっちゃ飲ませるとか。そうだね。じゃあそろそろあれちゃうか。そうそう45分やな。あ、そうですね。じゃあじゃあそうそう一旦 CM どうぞ。オープニングコールやってんの。あーそうだ。あ、まだ行ってないですか。あ、すいません、オープニングコール。そうだ、オラ焦った。オラそう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 。はい、じゃあそれでは、これどうします今日。誰が言います。んオープニングコールは誰がやる。誰でもいいっすよ。サクサ行きます。いや、なんていうの。みんなせーのって言った。せーの、マジカルバナナ。違う番組、また違う。忘れてた。今日からですね、あのタイムキーパーなるものがいらっしゃいまして、あ、あれです。タイムキーパーなるものがいらっしゃいまして、タイムキーパーなるものがいらっしゃいましてね、その方にね、すべてはね、ちょっとね、時間の配分ちょっとお任せしてるので、あいつに任したんが、いや本当はサクさんもなんですよ。本当はサクさんもなんです。だから今日ってね、そういう事情が事情だったんで、まああれかなと思います。あ、そうです。ちょっと配っちゃってください、それ全部。ですね。さあ今日の企画何？今日あのまあなんですか？マジ？やっぱあれなんですけど、あ、ありがとうございます。まあホストだろうまあいろんな方と日々出会うと思うんですけども、日々出会いますよね。はい。消しゴムついてへんやんこれ。消しゴムがない。消しゴムみんなでシェアする？あ、いや、まだシェアする。これも消しゴムない。ではですね、まあちょっとね、遊び企画というかまあ10分前後でねちょっとやれる企画ということでね。一番最初に、まあ、こんなお客さん逆にアンソレンスに来てほしいとか、こんな方お待ちしてますとかっていうのをなんか、うん、こんなね、こんなお客さんがいいなこんなお客さんがいいなっていう、何でもいい、漠然と、うん、こんなお客さんに会いたいなっていうのをちょっと書いて一人一人ちょっと出していこうか。はいはいはい、 OK いきますよ。それではシンキングタイムスタート。こんなお客さんに来てほしい、うん、こんなお客さんに来てほしい。どんな方ですか。まあ何でも漠然と何でもいいよ、まあ、それは男だからね、ホストだしね。まあ話しやすい人とかでもいいと思うし、すごい面白い人とかでもいいし、なんかね、まあそれこそ本当にね、それこそ本当にお金持って集合じゃないけど、お金持ちの人にね、それでもいいと思うし、全然いいよあ、カラフルな洋服ね、来ますね。うん、カラフルなお題、カラフルね、来ますよ。でもね、パンツ結構カラフルなんですよ。ほら、カラフルでしょ。真面目に行こう。はい、なんすかね、俺は書かなくていいのかな。なんでしょうかね、どういう、はい、あ、マキさんできましたか。じゃあマキさんはどんなお客さんに会いたいですか。はい、対等に見てくれる人、はい、おなんかホソースに書いてありそうな、ホソース書いてありそうなあれですね。手に使ってるからって何してもいいと思ってるやつ調子乗んなよ。あ、なるほどね。そうだぞ、こっちだって人間だからな。そういう言いたい人は俺無理です。はい、ね、だからまあ対等にね、きちんとねお話し合いができる方だったらいいですよっていうね。ね、素晴らしい意見。お互い対等にね、楽しくいきましょう、うん、お互い対等にね。真面目だよ、それは仕事の話だから。さあ、レイカできた。あ、ゆう、じゃあ出そう。はい、ドン。一緒に楽しめる人、ごめん噛んじゃった。一緒に楽しめる人ね。あー、それも大事だよな、はい、やっぱ楽しくなきゃダメだもんな。そうですね、うん、まあ、こっちが楽しませる側だけど、一緒に楽しんでくれる人ってこと。そうですね、いいよね、はい、あ、それいいわ、それいいわせいや、どうできた。これは単純に鉄密に割れてる、こうノリがいい。あー、いいね。あ、それだから、そのレイカとちょっと
似てる感じだね。うん、よくね、その場が盛り上がってくれるような子がいいってことだね。いい答えだよ。はい。あ、じゃあ、サクさん出ない。え、じゃあ、さあ、あとサクさんだな。どんな子がいいだろう。どんな子、難しいかな。はい、どうぞ。はい、藤子ちゃん、それは会いたい。藤子ちゃん会いたい。もう藤子ちゃんで何回抜いたことか。家の藤子ちゃん、座面前見るの。え、何ですか。はい、どうぞ。頭が、あー、いいね。いろんなね、知識をね。ね、もう頭がいいよりも俺多分藤子ちゃんに頭いっちゃったもん、全部。家に藤子ちゃん人形あるんだけど、そこもすごいもうかけまくっちゃって、もうカッピカピになっちゃってもう藤子ちゃん人形。いや、ほんとそう、ほんとそう、ほんとそう。そういうこと言うと、あれちゃうから、汚ねーとかできた。汚ねーとかできた。真面目に受け取る人がいるんだよね。すごいよね。それがすごいっすよね。真面目に受け取られて。次はさあ、そうですね。まあでも、面白い答え出ました。じゃあ、ちょっと、まあもう一個いきますか。じゃあ、逆に、まあでも、材料がね、もうさっきちょっとあれ言ったんですけども、逆に、こんな人はちょっと、嫌だな。嫌だなっていうか、まああれなんですけど、まあちょっと、まあ嫌だ、嫌だいきましょう。こんな客は嫌だ。どんどんもう、ディスっていきましょう。お、その写メ次回持ってこよう。こんな、いや、動画で撮るよ、動画で。動画で撮ったるわ。さあ、こんなお客さんは嫌だ。いいよ、なんでもいいよ。うん。なんだろう、嫌だっていうか、ちょっと、遠ざけちゃうかな、みたいな。これ、勝てるやつないね。あ、来てないっすか。どうぞ。さあ、どうでしょうかね。じゃあ出る？あと待ってるんじゃないですか。さあどうでしょう。あ、今日ね、アミさん来ないですよ。はい、サムラゴーチさん。耳聞こえないですかね、多分これも。聞こえてるやんけ。聞こえない言いながら聞こえてるやんけお前。多分この番組もあのね、視覚でしかわからないです。今もし仮に見てたとしたら自分の名前が出てきたとしかわからないですね。はい、聴覚がね、聞こえない方なんでね、本当は聞こえてる。聞こえてるのに聞こえないって言われたらどうすんの俺ってなる。いや間違いないですね。はい、手話できないとね。はい、どうぞ。さっきの串にどうぞ。はい、これ部屋名を崩す子。あー、いるいるわ。部屋の崩す子ね。かぶった。あー、髪の毛を触りたがる、崩してくる。あー、なるほどね。まあ今日セットしないんだけど、まあせっかくね、これもね、やっぱ地味だけどちょっとちゃんとやってるからね、あんまりね。うん、まあすごいねとかってこうなんかちょっとちょこっと触るんだったけど、こうぐちゃぐちゃぐちゃってねなるとね、またねセットし直すからね。コメント拾ってくれないし、もう見やん。なんで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 。みなみな、手話のくだりですか。触ってくれる子がいますよ。唇読んでるんです。サムラゴーチさん見てますよ。唇読んでるらしいです。似てるね。せいやどうか出るかな。はい、うん、じゃあ行ってみよう。まあ酒癖が悪い人。はい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 、酒癖悪い人ね。まあまあちょっとね、対応にね、まだ困っちゃうとかあまり会いたい子には手話で代用しましょう。手話学びますか。もう必須科目にします。ってことはお客さんも手話分かってなきゃダメですけどね。さあ、というわけで全員答えたところで一旦 CM だぞ。自分で買いかけてんじゃねえのか。開かないドアない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エースコレでしょ。さあ、エースコレクションで働こう。自分を変えたい全ての人へ。さあ、フェイクへおいで。売れるってマリルマリルマリル。もしもし、オーナー、僕、俺なら証券 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ簡単だろ。パール楽しい。ルービックキューブ楽しい。
薄いじり楽しい。次は終了。マジ終わった。ルーレットゲーム楽しい。ブスいじり楽しい。はい、他のもね、やってることガンガンパクっちゃう。はい、堂々といきます。オリジナリ、オリジナリティないです、はい、堂々とパクっちゃう。なんかちょっとコメントちょっと面白かったよ。酔ってるふりってどうやって見分けるのって来てましたね。どうやって見分けます、酔ってるふりって。たまにいらっしゃるじゃないですか、酔ったふりみたいな、こうなんか酔っちゃったみたいな、こうやってやめろやって言うんすか、うん、って言うんすか、やめろやで、ね、分かるんですか。僕も音できました、サムラゴーって言ってきたんですよ。まあ、まあ、耳聞こえなくても、まあ、ね、筆談でできるんでね、できるんじゃないですか。どうしたんですか。いや、今のは面白かったな。え、なんなんですか、どれですか。あ、僕も。あ、それですか、それですか。酔ってるふりって、どうだ、さっき酔ってるふりってどうやって見る。よだれたらしてるよね、いつも。僕ですか。よだれするちょっと緩いんだよ。ちょっと緩いんだよ。よだれたらしてる、さくは。酔ったふりってわかんないけど、まあ、ね、うちのグループの当偉い人だと必ずこう白目見て、うーってやってるから、イメージはね、イメージは。目とか。なんか、結局なんか目をこう白目向く、なんか上に向く感じでこう、うーうーうーったなって言ってる人は知ってますね。そうね。はい。うん、あ、タイに行きましょう。ちなみに唇読んだだけです、サムラゴーチ。さあ、来てくださいね、本当に。本当に来てくださいね。今、逆に欲しいっすわ。さあ、というわけでね、今日、マキさんこれ飲んでるんですよ。これ、なんてやつでしたっけ。知らん。あ、ここにありますけど。飲み頃、果樹園オレンジ。それ、いる？それ必要？そこの。あ、別になんか、あれなんですけど。飲み頃、果樹園オレンジって、これ多分どっかで、どっかにあったやつなんですけども、お菓子買いに行ったら売ってた。あ、なるほどね。遠足やと思ったから今日俺。サンガリアさんで、サンガリアって書いてある、有名なブランドですね。で、なんかこの春ってやっぱり新しいね、商品とかがね、店頭によく並ぶということで、やっぱそういうのも皆さん敏感に感じ取って、はいはい、感じ取ってる？あんま美味しくないよこれ。あんま美味しくない。あんま言っちゃった。あんま美味しくない。さあ、それをね、じゃあ一番最初に、ごめん、こんがらっちゃった。新商品って並ぶでしょ。はいはい、新商品の名前って面白いじゃない。でそれを敏感にその商品を食べてみて当てましょうという。 OK ですか。 OK、 じゃあまず例題いきましょう。じゃあレオさん、ちょっとそれちょうだい。あ、こっちこっちで、それもそれもそれもそっちもそっちも、そうそうそう、はい、こちら。いや、1個でいいよ、皿1個でいいよ。はい、てかさ、ニコ生のここにファンレターとか貼ってるんやけど、うちにも誰か送ってください。あ、ファンレターください、ほんとに。ファンレター、はい、ありがとうございます。お菓子あげるから。なんで箸持ってきた。箸いらないですよ。なんで箸持ってきた。はい、こちらですね。はい、こちらメロンパンです。こちら新しく新発売のメロンパンなんですけども、はいはいはい、ちょっと食べてみて。早い早い。どうですか、お味は。おいしいですか。普通ですか。普通のメロンパンですか。なんですが、こちらね、こちらの名前を当てましょうと。名前第一問、はい、はい、で、空白にしてあります。この空白を見てください。どどん。え、〇〇さん発酵バターを使った〇〇メロンパン。この〇はどこさんの発酵バターを使った何々メロンパンなのか。はいはいはい、はい、ここを埋めてください。シンキングタイムスタート。あ、これ食べていいかんで、ね、食べていいよ。食べて、それで味を確認してください。いただきます、ね、やっぱりさすがに食べないとね、どこさんか分かんないから。さあ、どうですか。美味しいですか。うまい。これ新発売らしいです。久々に食ったわ。ちなみにこちら、コンビニで売ってるやつですね。はい、さあ、どうでしょう。ちゃんとかけるペンない。ちょ、ペン、かけるペンありますか。さあ、どうでしょうか。あ、オッケーです。あ、出してもらっていいですか。はい、ま、どこどこさんの発酵バターを使った何のメロンパンですか。さあ、どうでしょうか。皆さんお考えください。あ、ありがとう。さあ、どこさんでしょうか。
ちなみにこれ最下位には罰ゲームがあります。はい、できた。罰ゲーム結構えぐいからね。はい、できた。はい、どうぞ。三発酵バターを使った足高メロンパン。はい、さあ、それでいいですか。はい、それでいいですか。はい、わかりました。絶対罰ゲーム。全く意味わからへんもん、これ。さあ、ボケにくい。お題が、ごめんなさい、ボケなくていいんです、これ。あ、北海道バターのね、違いますね。違います。ボケにくい。あ、正解のやつちょうだい。正解のあのさっきの黄色い紙。さあ、どうでしょうか。みんなも考えようね。はい、はい、どうぞ。北海道産を使った、はい、サクサクメロンパン。サクス。それでいいですね。それでいいですね。いいよ。わかりました。じゃあこれで決定です。はい、はい、皆さん書いてください。あと3分。あと3分です。いや、これだったらすごいな。ボケりゃ知っていいんすか。俺結構本当に罰ゲームエグいっすよ。大丈夫ですか。え、罰ゲーム結構エグいですよ本当に。あの、ちょっとあれの方がいいです。まあこれまだ1問目なんで。はい、お父さん、発酵バターを使ったらおかんもメロンパン。これ罰ゲームっすよ。これでどうして当たると思ったんですか。これそんな商品売ってると思いますか。まあ、あったら絶対俺買いますけど。アレカ君手振ってやってきてるよ。なんだろう。今日ちょっと俺に強ない当たり。いや、本当ですか。罰ゲームせえへんからな俺。結構えぐいっすよ今日。じゃあそう。何やねん。じゃあ、いやいや、普通に何を求めてんねん。何欲しがってんねん。いや、普通に。いや、だからゲームですか。かけた。あ、かけました。OK、 じゃあ油断そう。どうぞ。はい、サンデーさんのメロメロメロンパン。かわいいな。かわいい。何それ、キャラを守ろうとしてるのか。いや、お前そんなキャラない。お前やろ。そんなキャラないですよ。あ、セイヤもできた。はい、あ、行こう、セイヤ、行こう。これは、北海道産のお美味しいメロンパン。あ、なるほどね。ですかね。じゃあ皆さん、答え出たということで正解言いましょう。正解は、まずブルターニュ酸。どこ。ブルターニュ酸、発酵バターを使ったさっくりメロンパン。おりゃ、おしっぱい。サクさん10ポイント。イエーイ。サクさん10ポイント。さあ、こういう感じで進んでいきます。大丈夫ですか。うわ、ひよっとうわこいつら今日。何も思んない。帰れ帰れ。じゃあ、2人もじゃあ、ちょっと交代しようか。後半だったからごめんね、ちょっと時間ある。めっちゃひよってるやんけ。後半だったから、じゃあ交代しよう。交代しよう。引くわー、ちょっと引くわー自分ら。さあ、あそこ映ってるから。そこ映ってるから気をつけて。はい、じゃあ第2問目いこう。第2問目 OK。 はい。はい、野球でよいしょ。はい、おいで。はい、あ、向こうから。 OK、 まだいいよ。さあ、2問目いきますよ。大丈夫ですか。はい、後半になりました。水木とめやくんです。よいしょ、イエーイ。水木ね、ちょっと映ってない。もうちょっとこっち来て、詰めて。はい、目を挨拶して。メタンです。したくない。すいません。なんで全部箸なの。全部なんだよ。はい、続いて2問目こちらです。ドドン。これ何ですかね。ロールケーキですかね。うん、ちょっと生クリームが入ったロールケーキです。見えますかね。美味しそうです。美味しそう。うん、甘い匂いしますね。さあ、こちらのお名前を皆さんで考えましょう。でもロールケーキやんけ。いや、なんですが、こちらです。丸々で食べるプレミアムホニャララとホニャララのロールケーキ、ね、何で食べるプレミアムなんちゃらとなんちゃらのロールケーキなんでしょうか。これ知ってんねん、最初だけ俺。あ、本当ですか。あ、それでも言わないでくださいね。じゃあ、それではシンキングタイムスタートです。これね、流行ってるんですよ。ホニャララで食べるプレミアムホニャララとホニャララのロールケーキです。さあ、何でしょうか。オッケー。めっちゃ書いてんやん。おいおい。お前らな、空気読め、この野郎。空気読め、書いちゃダメだろ。そこが面白かったのに、何で食べるってことは。もう、あ、こっち見ないで、見ちゃダメ。見ちゃダメ、見ちゃダメだよ。見て、見たとしてもボケて。だとしてもボケてよ。ボケても点数入れるよ。わかりました。面白かったら10ポイントいきましょう。はーい、何でしょうか。何で食べるプレミアムホニャララとホニャララのロールケーキなんでしょうか。
はい、愛人のスマタで食べる、いいねいいね、それいいよ、愛人のスマタで食べるロールケーキでしょ、それはいいわ、それ食べたい、スプーンいっちゃったはい、ね、愛人のスマタで食べたいです、俺もね、愛人のスマタで食べるプレミアム、プレミアムおつゆと、お前マイナス10ポイントだ待ってください、俺はやんない、いや、俺はダメでしょ、やって今のはマイナス10ポイントだろアダルトなリスナーがいるってね、すごい気が合うな、LINE くださいね、下ネタ大好きですね、飯まずくなるわ今のはね、ボケにくいな、今日、あ、本当ですか、プレミアムなんちゃらなんですかね、じゃあかけた人からいきましょう、さあどうですか、あれだけマイナス、あれだけ罰ゲーム、いや俺があれだけ、あれだけ罰ゲームやんないやんないやんない、 MC はだってあれも基本的にあれだから、さあ、あ、これ食べていいかんね、分かんなかった、食べていいよ、食べてそれで味見して、そう吟味しよう、それでもいいから、いいよ食べていいよ、みなたん食べる、食べますみんなにの食べれる、そのままガブつけ、いいから、はい、いいね、おいしい、うまい、プレミアム感ある、何のプレミアムなんだろうな、答えは言ってねえよ、答えは言ってねえよ、答えは言ってねえだろ、答え言ってないぞ、まだね、答え言ってないぞ、答え言ってないからね、いや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 罰ゲーム、コンビニスイーツ美味しいよね、美味しいよね、好きですね、さあ、あ、サクさんとかも全然いいですよ、もし食べてみて、あ、ちょっといいですよ、いいですよ、食べてみてください、新人感想ぐらい言わん返ってきてる、ほら感想言いなさい、どう、美味しかったです、美味しかった、どう美味しかった、プレミアム感もあって、プレミアム下手くそか、メアはちょっとなんか思ったより甘くなかった感じ、思ったより甘くなかった、あ、なるほどね、ちょっとさっぱりしてるな、あ、うめぇ、あ、これあ、わかった、マジっすか、あ、さっくり、それさっき終わったやつ、さっき終わったやつ、さっき終わったやつ、あ、取られた、さっき終わったやつ、あ、取られた、取られた、取られたけど自分に甘い、さあ、どうでしょうか、できました、もうそろそろ出しましょう、ちょっと時間があれなんで、さあ、どうですか、これでもね、面白いですよね、発想がね、何々で食べるってとこがね、面白いですよね、難しいな、はい、うん、はい、どうぞ、よく噛んで食べる、うん、プレミアム生クリームとレアチーズのロールケーキ、うんうん、おー、よく噛んで食べる、うまいですね、よく噛んで食べるプレミアム生クリームとレアチーズのロールケーキ、ロールケーキ、なるほど、よく噛んでね、食べないと、じゃあ、え、できた、メア、いました、いや、メアいいよ、出そう、はい、な、読んで、フォークで食べるプレミアム生クリームとみかんのロールケーキ、あ、みかんが入ってた、あ、じゃあごめん、スプーンで当てるけど、あとはごめん、スプーンで当てるけど、あとはごめん、さあ、続いていきましょう、みずきいける、はい、みずき行こう、みずきどうぞ、スプーンで食べるプレミアム感とふわふわのロールケーキ、ぽい、それっぽい、ぽいね、ぽいね、それっぽい、さあ、そして、あ、メガネかけた、さあ、はい、行こう、はい、行きましょう、どうぞ、ロールパンナちゃんとメロンパンナちゃんって言いたいの、春竹、あ、正解だ、正解、言いたい、言いたい、めっちゃ言いたいさあ、それでは正解です、あれ、なんていうの決まったの、あ、分からへん、そんな感じ、スプーンで食べるプレミアムヒューガナツ、ひなったナツとヒューガナッツと蜂蜜のロールケーキです、さあ、ということで、これ一番近いのは水木かな、そうだね、うん、水木がなんかそのやっぱ近いかな、スプーン合ってたし、じゃあ水木と代表10ポイントやった、さあ、それではラストの問題いくまで、いったん CM どうぞ、
for tomorrow。 いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。さあ、ヒューガナツって夏みかんのことね。なるほどね。夏みかんのロールケーキですね。美味しかったです、ね、さあ、CM 中もコメントはい CM 中もコメントありがとうございます。さあ、そしてラストもう準備できますか。準備できますか。まだちょっとかかるな。さあ、どうですかね。どうですか。やっぱネーミングって面白いでしょ。そうですね。なかなか当たんないよね。だ意外となんか普段食べてるものでもこうやって目線変えると面白いし、逆になんか自分考えたもっとなんかこんなのがいいなみたいな。あ、ある逆にありますね。あ、いや、じゃあ逆にネーミングつけちゃおう。逆にそれ採用になるかもしれない。どっちよ。どっちでもいいよ。どっちがいい。どっちつけたい。どっちつけたい。メアは僕はメロンパンです、ね、あ、じゃあメロンパンつけよう。今サクッと書こう。うん、いいよ、書こう。ささっと書こう。自分だったらどう書く。ちなみにサクさんに変わりました、カムイです。あ、そうです。ごめんなさい。サクさんに変わりました、カムイくんです。イエイ。さあ、それではどうでしょうかね。まあ、こっちのこれの本当のやつはブルターニュ酸発酵バターを使ったさっくりメロンパンです。さあ、できた。はい、どうぞ、メア。めっちゃ美味しい、パンパンメロンパン。芝居だろ、コンパ。はい、すいません。あ、ほら、はい、メア、はい、それは芝かれよう。はい、俺も今もう罰ゲーム決定。メア、罰ゲーム。もうゲーム、問題の意味なくなっちゃった。じゃあラスト問題いきましょう。はい、どうぞ、こちらですね。はい、こちらパスタです。ちょっとね、多めのパスタなんですけども、あ、こちらちょっと食べながらでいいですよ。ちょっと味をね、吟味しながら。はい、あ、あります。はい、使って。はい、でちょっと食べながらちょっとこれがな、盛り方しかも食べてるし。おいおいこらおいこら、何食べとんねん。うまい。美味しいですか。うまい。美味しいですか。たくさん大絶賛です。答え分かった。お前答え分かっちゃった。めっちゃうまい、これ。さあ、それでは、あ、美味しいですか。あ、美味しい。あのね、違う、これなんでこういう企画にしたかっていうとね、あのね、食べ物系はね、数字を取るっていうね、ジンクスがあって、それちょっとやってみたかったんですよ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。さあ、いきますよ。いきますよ。じゃあこちら問題です。今食べてるもんなんですけど、ババン、ラスト。ホニャララ、ホニャララパスタ、ホニャララ風味仕立て。ホニャララ、ホニャララパスタ、ホニャララ風味仕立て。さあ、ここ、あ、いいですよ、いいですよ。じゃあ今言っていい。今ですか。絶対和風パスタとかすんなよ、どうせ。いや、もう、お任せします。まあ、それはでも、あんまなんか思んないからやめた。いや、これはいいです。ちょっとやってみてください。さあ、何をね。さあ、これは何のパスタなんでしょうか。それでは、シンキングタイムスタート。ラスト問題です。ラスト問題は、正解者に100ポイントあげます。定番すぎるけどね。これあれなのかな、やっぱりあの、これは後でスタッフが美味しくいただきましたとか連れてんのかな。なんかそういうのね。今食べちゃおうか。うん、食べよ。もしあれやったら。いいよ、食べていいよ。さあ、あ、アサリね。アサリは入ってる。アサリ入ってないよね。アサリは入ってない、ね、もちょっと俺も食べてないでしょ。一口だけもらっていい。うん、うん、うん、こっちも美味しく。あ、うまいわ。こっちも美味しくいただいてます。めっちゃずるずる。サクさん、食いしん坊か。美味しい。これは美味しい。うん。具はね、豚肉と、具は何が入ってます？豚肉と何が入ってます？パスタなら今はジェノベーゼの気分だった。具はね、玉ねぎ。
あと豚肉、あとエビ、エビも入ってますね。さあ何でしょうか。さあ昭和風ナポリパスタ、喫茶店の店で、もかいもかいじゃん。え、あ、どうぞ。なんとかなんとかパスタ、なんとか風味仕立て。さあ、ちょっと最終問題がちょっと難しいです。さあ、あとこの余ってるパンとかもいいよ、食べて。これメロンパンとかスタッフがね、最初に、もうこれは全部食べなきゃダメだよ、もったいないから。これは経費だぞこれは経費だぞ、経費だからいっぱい食べなさい。さあ、あ、ボンゴレビアンゴとかね。あー、なるほどね。味はね、確かに、まあ、あ、書いてくれた放送後スタッフが美味しくいただきます、ありがとうございますありがとうございます。はい、美味しくいただきます。はい、もったいないことしないようにね、ちゃんとしましょう。さあさあ、かけるかな、どうですか。あ、できましたか。やっぱり稲葉100人乗っても大丈夫。それ CM じゃないですかCM です、 CM です。さあどうですかね、ちょっと難しい。まあ自分が思う食べてみた感想のね、何々パスタかっていうの書いてくれたらいいよ恋人つゆだくパスタ同伴喫茶ってねなるほどね、これはね、お金かかるやつだな。ん、あ、これ絶対、いや、食べますよ、ちゃんと食べますね。じゃあ番組にこれ終了まで全部食べよう。じゃあこれ余ったやついいよ、食べて OK 番組終了までこれ全部食べよう。これなんかすごい、なんか挑戦的なのが来た。絶対食べてないパターンのやつだって来たから。せいや、この辺行っちゃって、この辺行っちゃって。春竹仕立て、あー、それちょっとしょっぱいかもね。さあどうですかね。メロンパン、あ、はい、はい、どうぞ。いいですか。はい、さあ、何々パスタ、何々風味仕立て、1000万プレイヤーパスタ網仕立てなるほどね、はい、はい、どうぞ。大盛り和風パスタ醤油組み立て、なるほど。じゃあそこで、じゃあそれで、はい、じゃあできた人、はい、どうぞ。海の幸とママの愛情パスタバター醤油、わー、なるほどね。海の幸とママの愛情パスタバター醤油風味仕立て、なるほど。はい、醤油とキノコと豚肉のパスタのバター風醤油仕立て。なんかもうちょっとハキハキ言え。ごめんなさい。いやいやいや、和風醤油キノコと豚肉のパスタバター風味仕立て、なるほど。さあカムイ、いけ。すげえ、めっちゃかぶったんですよ。いいよいいよいいよ。和風キノコパスタバター風味仕立て。あ、なるほど。皆さん残念、ちょっと違うかな。うん、正解はですね、いきますよ、ちょっと最初からまず違います。欲張り、まあ、ちょっと違いますね。欲張り和風醤油パスタ、和風醤油パスタのしそ風味仕立てでございます。あざわなんで和風パスタでバター風味みんなだって。でもこれ一番近いのはマキさんかな、これ。ちなみに罰ゲーム何も、罰ゲームいく、はい、罰ゲームいっちゃっていいですか。罰ゲームこちらです、ババン。はい、罰ゲームは生姜チューブ一気飲みです、イエーイ。さあこれをするの誰だ。あ、鼻で吸うの本当にこれは無理でしょ鼻で吸うのは一回やってみる。目はいや目は一回やってみようよ。いやいやいや、鼻ですか。鼻で一回、いや吸わなくていいからギュッてやるから、はい、でやってみる一回行きましょう。一回行くちょっと出しとって、ちょっとドリンクの用意を。放送事故なるわ。よし行こう。鼻でって、鼻はやめてください。ほんと鼻は口でお願いします。え、鼻一回行ってみる。鼻はちょっと余ったやつで鼻行こう。あ、そうだ、鼻はダメです。余ったやつ鼻行ってみる。じゃあちょっと、じゃあ罰ゲーム。え、俺がこうやってやるの、の方がいい。カムやってあげてギューって口で加えさせてあげてで、それで加えてそうそう、それでギューって入れちゃって、せーの、ぐるーい辛いや、すごい。甘もんないこれ、甘もんないこれ、甘もんない今日な、甘い半ももんないと思うこれ俺やらへんわ。ちょっと余ってる。なんか微妙やわ。やんの、カムやんのカムやんの
なんか微妙やな。うわーうわーすごい。うわー大転生鼻鼻いったそしたら水木もやんなきゃダメだろ。マジさあこれ鼻ですバッテリー鼻痛っ。いやそれ痛いよ、それ痛いよ、これダメなやつだもん。俺はまだ残ってる。やばいや今の。鼻いったこれ。やば。あやる。はいキラ君。ちょちょちょ。なんかないかな俺のカバン。なんか。あいけるいける。せーの。うわあ痛い。俺はやばい。あれわさびだ。あれラスト。ラスト、お前ラスト、いや、おそう大丈夫、カムイカムイカムイ。はい、あの、目の周りが痛いとか、バンテリンちょっと、ね、あざっすあざっす。カムショだもんね。カムショなんですよ。カムショだもん、ね、うわ、痛い顔面バンテリン。うわやーうわ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 ー負けてもいねえのに。うわうわやばい。え、カムイ君負けた。うわーすごいうわこれはすごいね。あかん、はい、気持ち悪い気持ち悪い。ちょっと待ってせーのうわっめっちゃ痛い。あめっちゃしびれめっちゃしびれめっちゃしびれ。それやばいやつ、それやばいやつ。わーわーじゃあこれ1個残ってるから、これ放送中に全部食べちゃって、これ全部食べちゃって大丈夫。その3人大丈夫で出た、お前生姜出たって今鼻から固形物が鼻から固形物が生姜出たで今思いっきり。バンテリンクソ空っぽです。めっちゃバンテリン。はい、3人頑張りました。おめでとう。さあそれではそろそろエンディングトークですね。はい、エンディングトークです。まあイベントのあれなんですけど、あまりはまは沈みかけの船を沈めてから逃げる人でその通りやわお前がやるべきだって言ってる。俺は MC なんでね、まあ、ちょっと俺が美味しくなってもやっぱ下の子が美味しくならないとね、やっぱあの番組として成立しないんでね。それはね、何ちょっと、まあいいや、ちょっと大丈夫。花やっぱり。そうっす、今日、先ほども言ったんですけど、2時間1万イベントやってます。はーい。はい。7時から営業ですね。で、スキャンダルの方も、本日7時から営業です。今日は、ちょっと、大丈夫ですか？うん、うちの子が何もいねえって言ってます。あ、そうです、今日なんかそれ連絡あって。あ、で、こちらの方で初意味なんで。あ、大丈夫ですか？もし大丈夫ですか？まあ、ちょっと最後になっちゃったんですけど、なんかすげえ顔中スースーするすげえ痛えよ、はい、顔中スースーするよ、口元はもう痛えよ俺、うん、じゃあ、まあ、そういうことですね。で今日ちょっとあのアンセレスの方しかいなかったんですけども、まあ来週はねまたスキャンダルの方ね出ていただけると思うんでね。で沈めてから逃げるのね、ド S じゃんって言ってます。そうやね、そうですよ、ド S ですよ。めっちゃスースーする顔面今さら鼻はやばいでしょそれ。鼻やばいっすね。やばいっしょめっちゃこの鼻やばいっすねやばいよね絶対。もう4月も後半ですね。そうですね、5月になったらねもっとポカポカしてきてね、いいご陽気になってくるんでね、皆さんもねよろしければね、はい、お店のご来店お願いします。はい、さあなんか他に告知は、あ、来月周年、あ、来月、はい、5月に、あ、大丈夫かな、いいよ、あ、大丈夫ですか。5月に、まだ日程はまだですよ。そうか、あ、もう決まってる。分からへん。ゴールデンウィーク明けで金曜日。そうですね、ゴールデンウィーク明けの木曜日に、アンスレンス2周年の、あの、周年祭があります。はい。まあ、1年間のその成果をね、まあ、最近もの、ジュニアの子が増えてきたってことなんでね。だから、まあ、ちょっと、その成果をね、皆さんもね、ぜひともお祝いしていただけたらなと思います。ゴールデンウィークは休みます。ゴールデンウィーク、はい、ちょっとお休みあります234、あ、これも言っちゃったじゃないですか、うん、はい、234です。で、スキャンダルは、スキャンダルは休みないかもしれない。マジっすか、まだまだなんで、まあちょっとまだスキャンダルの方は分からないですけど、アンスレスは234で決まりですね。はい、
というわけになります。どこ行くのか、あ、ゴールデンウィークは別に、まあ、まだ予定は俺はないですけど、ちょっと実家帰ろうかなぐらいです。まあ、おのおの大丈夫か口数減りすぎだぞ、お前ら本当にやばいんだな。めっちゃやばいっすやばいね。あ、アミ社長に首をつけて連れてきて、じゃあ来週ね、じゃあちょっとお願いしてみますんでね、うん、はい、第3にアミ社長期待してるよね。それではね、わかりました。はい、じゃあちょっと社長にね、じゃあ来週話しようがまだディス、来週話しようがかな、社長に社長に話しようがやってみようか。じゃあ来週ね、あと顔顔面番手にもねやってみようかな、ね、そんなきついの。ティッシュ抱き替えてますもんティッシュ抱き替えてますもん目大丈夫か立ち直れないまだこれから営業があるんだって立ち直ってくんなきゃ困るよ。あ、アミ、マヨ、マキ、格付けみたいって来てますね。あ、ちょっとやってみますか。じゃあその時は代表者スペシャルみたいな感じでやってみますか。暴れはんが最後まで飽きない60分番組飽きちゃうのね、俺番組の途中でね、いつも疲れちゃうし飽きちゃう。これもっと企画をね考えますね。はい、あまりさんが楽しいです。はい、わかりました、考えます。了解です。全部食べ終わりました、さっきのやつ。はい、パスタもメロンパンも、ロールケーキもね美味しくいただきました。ごちそうさまです。はい、まあ、これ経費から出てるから社長にごちそうさまですこの画面越しいいから。はい、社長ごちそうさまです。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 紹介いただきました。はい、じゃあそれでは今日出演者の方みんなちょっと映りましょうか。前来てください。もう適当にどこでもいいんで、ちょっと詰めましょう。ギュ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 詰めましょう。あ、レオさんも映ってる。いいですか、最後に。あ、わ、すげえいっぱいやで。はい、今日の出演者です、チームアンスレスです。はい、今週もありがとうございました。来週も見てくださいね。そろそろ時間が、あ、30秒前です。なんか言いたいことある人アピールしとけ、アピールしとけ。はい、カムイどうした。カムイ鼻めっちゃスースーします。はい、続いて誰はい、次誰。はい、カムイちょっと結構涙目です。はい、顔面スースーするんで。はい、次。はい、10秒前。レオさんなんか言え、え、うわ、超俺恥ずかしいけど、でも今日ジャニーズヘアです。ジャニーズヘアです。ねえ、これ。はい、1秒、バイバイ。バイバイ、また来週。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで。怒っている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことに疲れ笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をにらめ、腹くだり紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。